手を振ってね、元気よくお願いします。いってらっしゃい。Thank you.
会社に来たときに、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。チアリーダーの皆さんに負けずに今踊っております。マサミの応援もよろしくお願いいたします。36歳頑張っております。36歳頑張ってます。拍手、ね、あのお客様も、もしよければ選手の皆様もあのなかなか見れないでしょうけど、チアリーダーの皆さんが頑張ってくれてますし、はい、放送席ではマナミンも一緒に踊ってますので、もしよかったら皆さん応援していただければと思います。
皆さんも応援したいと思う、ね、ここからさらに2番目で応援しましょう。そうなんですか。じゃあ私っていうのはあの同時に出るマッチで始めたあのラウンドは9そうですね、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 疲れたとかみんな言ってますんで、そうですね、我々が邪魔しようのもんですよ、ね、あの1分5分ちょうどこうカーブになってストレートに入るんですよね、はい、皆さんに言われるカーブからのストレートのスピードアップがね激しいんですよ、ここそうなんですね、いい絵が撮れてるんですよ、撮れてるんですよ、さっきから。ああ、なるほど、じゃあカーブ狙いですね、狙いですね、私の後でちょっとまともな動画いっぱい撮ってないから強いですよね、はい、ちょっとあれでしたね、どこかカーブチームやりたかったやりですねあの、飲んだ後やりたかった、あ、そうなぜひ、この後もじゃあまだ、あと、まだ、あれあとまだ今から YouTuber の方にちょっと実況メイク行ってもらって、はいはいはい、この辺りまでちょっとお休み。あ、わかりました、わかりました、わかりました、はい、でも20分ぐらいしか持たないと思います。わかりました、じゃあ、まだにここからは YouTuber の方と TV が、はい、はい、じゃあ私たちを一回下がりましょう。そうですね、はい、上級を下がった男という僕じゃないですか、上級だね、上級だね、上級ですね、仮想通貨で、仮想通貨で、どうでした、仮想通貨に投資してる君たちからしたらものすごくいい状況ですよ。ネットの投資の規約や要件の魅力になったみたいです。であの仮想通貨を移動する途中にポイントが上に出てきたんですよ。そうなんですよ、あのでもハードウォレットという一番安全なレッドが移動したそう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 どうしてもなったんですけど、ちょっと金額が増えて、ちょっと気になったんですけど、それがちょっと今、ちょっと気になって、プラスチックの時で、何でもできないっていう、プラスボックスの状態になって、頼むようですよ。本当に、ちょっと気になるのよくないですよ。よくないですよね。それぐらいね。私の自動キャラクターと言ってくださいよ。僕らはそんなのあまり詳しくないですか。まあ僕はそうじゃないですけど、僕らは何て言ったらいいかというか、はい、僕はこういうスポーツをすごく、はい、それより脱毛感というのが僕らの前、私の方で自動キャラクターで、自動キャラクターで、自動キャラクターで応援する人もそうですよ。だからね、もう私今日ね、実況を任された瞬間に、はい、この皆さんのレース、はい、ね、上がったり下がったりするのを見てるのも仮想通貨にしか見えない。チャート、うん、チャートに見えます。チャートしか見えない。それぐらい。あの人たちはね、すごい、結構もらえるんですよ。いいでしょ。私たちは20分で何個も感じるし、何かしら。そうです。もう1時間経過です。今1時間経過しました。1時間です。はい。半分です。半分。あと半分です。半分です。
するこの3チームがどういうふうに話してたんですね、はい、はい、そうですね、このまま同率なのか脱落するのか、もしくは新しく上に上がるのか、応援すること気をつけてくださいね。追い上げてます、立場は追い上げています。選手の皆様もね、最後頑張ってください。安全面だけね、ここまでも安全に来ましたから、最後の30分もしっかり安全を考えながら熱い気持ちでいただければと思います。ヘルメットの紐してくださいね、はい、選手の皆様は必ずヘルメットの紐は必ずしてください。安全対策は最後までしっかりと。さあだんだんね、これを検討する方も増えてきてますのでね、本当に皆さん怪我しないように、手袋、ヘルメット、こちら安全管理のことはしっかりとしていただきたいと思います。選手の皆さん頑張ってください。
今キンバーンと長島さんのサーブが全部10メートルになってます。あ、ということは北山さんが今1位ということですか。さあ、北山のみんなもね、最後応援に来てくれた五円先生、あと10分切りました。熱い声援をお願いします。選手がわざと今日来てくれたんですね。アリゾナにいる。そうですね。今日も夜、あの昨日の夜ですね、アメリカから直行便で京都に来ました。関空まで今日来たんで、帰り、夜10時ぐらいの便でアメリカ帰ります。すいません。今日はこのためだけにわざわざちょっと来てくれた感じなんですね。そうですね。わざわざアメリカまで招待状届きまして、ぜひ出てくれと、盛り上げてくれと、その一心で京都ライブに来ました。ありがとうございます。熱い思いを受けて、そしてまたこのまま帰って、明日ちょっと感じで、明日ちょっと9時から試合なんで、今日夜の便で帰らせていただきます。すいません、ちょっと最近調子悪いんで、これをね、日にメジャーで今年も活躍したいと思います。ありがとうございます。じゃあ皆さん、これあれですか、今日、この後ツイートで大谷選手見たっていうのをツイートしていいですか。もちろんです。大谷帰ってきたで、ハッシュタグ大谷帰ってきた載せてもらえれば、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。大谷選手でした。やっぱりすごいですね。でこの後はなんか準備が、はい、大谷選手が繋いでくれましたんで、最終115周6位はゼッケンナンバー6番特攻の D チーム、はい、おめでとうございます。前の方へ、おはようございます。これお願いします。それから第5位も一緒に行きます。5位もいきますか。はい、120周で31番アシタカ、おめでとうございます。では2チーム前の方へ、プレゼンターは、観光協会理事長の、田辺理事長の方から先ほどの商品を、はい、はい、6チームほど一つずつ6番そして31番前へお願いいたします。はい、まずは6番の方ですね。はい、こうやろう D チームですね。おめでとうございます。はい、続いて31番下から皆さんです。はい、では代表してどうぞ。ノーチュラーノーライフ素敵な T シャツですね。
はい、そしてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、続いてです。今のも忘れてください。4位の発表をしたいと思います。134週42番、キツガワオイオホワイトの皆さんです。おめでとうございます。はい、途中経過がですね60分90分からいいペースで4位をキープしていました。はい、42番キツガワオイオホワイトの皆さんおめでですか。はい、では前お願いします。そして、はい、おめでとうございます。ぜひまた感想をね、作文にして提出の方よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。4位でした。4位42位、はい、大切よ、お疲れ様でした。はい、これは募集中です。はい、さあいよいよ、そうですね、3位の発表。はい、3位からの発表ですが、3位、2位、1位が、実は同州なんですよね。同州会でした。なので、着順で、決めさせていただいております。はい、栄えあるイスワングランプリの第3位の発表です。3位は最終138周着順で3番キズバワオイユブルーの皆さん、おめでとうございます。良かったですね、ワンユーの皆さん。はい、着順で3位となっております。途中結果は全て1位という好成績でございます。それでは自己委員長からお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。そのままで申し訳ないですが、はい、残っておいてください。写真撮る。そうだね、ちょっと持ってて受け取らなくてよかったって顔しないでください。さあ、それでは続きまして、はい、準優勝のプレゼンテーターはですね、はい、京田の市長から。はい、お待たせしております。じゃあ、はい、部長の方から。はい、発表お願いします。はい、では発表いたします。イスワングランプリ2018ファイナル in 京田辺、第2位着順で、2番チーム国有東京、おめでとうございます。2番チーム国有東京、前へお願いいたします。はい、では賞状を受け取ってください。賞状、準優勝チーム国有東京様、あなたのチームはイスワングランプリ京田辺大会実行委員会主催のイスワングランプリ2018ファイナルイン京田辺において当初の成績を収められましたので、これを称します。平成30年3月24日京田辺市長、石坂蔵代表でございます。おめでとうございます。はい、商品の方は早と前のコメント60キロになります。じゃあ部長の方から手渡しお願いします。プレゼンターも一度覚えてることですね。はい、そしてもう一つありますよ。はい、今日頑張った分の努力の重みです。はい、おめでとうございます。さあでは残るは、はい、もう、ご自身ではお分かりかもしれませんが、イスワングランプリ2018ファイナル in 京田辺、イスワンの堂々1位の発表です。1位は着順で同じく138周でしたが、45番、奈良市の一番の皆さん、おめでとうございます。はい、大谷選手も混じってますが大丈夫ですか。はい、では表彰をお願いいたします。おめでとうございます。賞状、イスワングランプリ優勝奈良市の一番様、あなたのチームはイスワングランプリ京田辺大会実行委員会主催のイスワングランプリ2018ファイナルイン京田辺において、当初の成績を収められましたので、これを称します。平成30年、山田健二、山田健二、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お米90キロとなります。
早くしてくださいね、ポジションの腰が。はい、もう一ついきます、もう一つ。そしてトロフィーになっております。トロフィーはもちろん、はい、国語さんが準備をしてくれた10万円相当の椅子が優勝のトロフィーとなります。素晴らしい、素晴らしいトロフィーですね。はい、おめでとうございます。そうしますと皆さん、ちょっと記念撮影を。はい、じゃあ上位3、3位までの皆さん、そのステージの前にちょっと集合していただいて。勝者だけが味わえる重みですからね。はい、じゃあステージの真ん中に今の1位、2位、3位の皆さんちょっと集まっていただきまして、はい、1位の皆さんちょっと下がれますかね。ちょっとだけ下がっていただいて、もうちょっと下がれますか。はい、でステージの、近づいて、上り大丈夫ですか。上りの後ろ姿が見えないことないですか。はい、ひらめちゃんもじゃあ、もし入ってもらって、はい、では、イスワングランプリ2018ファイナル in 京田辺のイスワン上位3位までの発表です。皆さん、今一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そしたら恒例となりましたが、3番ファイトに移らさせていただきます。あ、なるほど、はい。それでは準備の方よろしいですか。もう開けていただいている感じですね。それでは恒例となりました、はい、よろしいでしょうか。はい、シャンパンファイトでございます。それではよろしくお願いします。はい、キスワングランプリ2018ファイナル in 京田辺ございます。そしたらちょっと皆さん全員で写真を撮りたいと思います。はい、選手の皆さんどうぞステージの前、ちょっと濡れてますが、びちゃびちゃですけど前へぜひお集めください。はい、私もこちらでそこ前に座りましょうか。はい、はい、先生もする。はい、さあどうでしょう、これで最後まで端っこまで映ってますか。映んないですね。 OK、 はい、では皆さんいい笑顔をしてください。はい、いきます、ポーズ。イスワングランプリ2018ファイナル in 京田辺参加者の皆さん、はい、じゃあ飛び切りいい笑顔でもう一回いきますよ。はい、ポーズ、やったー、お疲れ様、カシャカシャカシャ。じゃあ、はい、最後カウントダウンで閉めましょうかね。はい、わかりました。3秒数えます。3、2、1。はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。そしたら以上をもちまして、はいはい、第9回の、はい、イスワングランプリ2018、はい、ファイナル in 京田辺の方終わらさせていただきたいというふうに思います。はい、皆さん気をつけてお帰りください。ありがとうございました。選手の皆さん、応援団の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん受付でブリック、はい、飲み物をですね、選手の皆さん、どうぞ好きなジュースを持って帰ってください。そのままステージ向かって右側受付だったところで、はい、参加賞でジュースがもらえます。